ゲームベストセレクション、現在までに発売されたスーパーファミコンソフトの中から厳選されたソフトを丸ごとオンエアしてしまう、とってもおいしいデータプレゼント。今月は台東のゲーム6作品と任天堂のゲーム2作品の計8作品を一挙放送。あのスペースインベーダーをはじめ、ダライアスフォース、キャメルトライ、ソニックブラストマン、エストポリス電機、大爆笑人生劇場大江戸日記、ゼルダの伝説神々のトライフォース、 F-0 と、タイトルを聞いただけでもワクワクしちゃう名作ソフトのオンパレード。君はいくつクリアできるかな。食べ新聞の番組ガイドを見て間違えないで受信してね。こんなとびっきりのソフトが毎日ノーカットで丸々遊べちゃうのはサテラビューだけ。サテラビューって本当に美味しいですよね。本日はようこそ BS イーハトーボ物語の上演にお越しいただきまして誠にありがとうございます。サウンドリンクゲームを楽しまれる方はイベント広場のイーハトーボ劇場にて受信を行ってください。開演まで今しばらくの時間がございますので、それまでの間イーハトーボ音の世界でお楽しみくださいませ。爪草の花の昨晩に、ポランの広場の夏祭り、ポランの広場の夏祭り、酒を飲まずに水を飲む、そんな奴らが出かけてくるとポランの広場も朝になる、ポランの広場も白パックれる。爪草の花の香る夜は、ポランの広場の夏祭り、ポランの広場の夏祭り、酒癖の悪い山猫が黄色のシャツで出かけていると、ポランの広場に雨が降る、ポランの広場に雨が降る。爪草の花の昨晩に、ポランの広場の夏祭り、ポランの広場の夏祭り、酒を飲まずに水を飲む、そんな奴らが出かけてくると、ポランの広場も朝になる、ポランの広場も白パックれる。爪草の花の香る夜は、ポランの広場の夏祭り、ポランの広場の夏祭り、酒癖の悪い山猫が黄色のシャツで出かけていると、ポランの広場に雨が降る、ポランの広場に雨が降る。
まもなく BS イーハトーボ物語の開演時間となります。当劇場ではストーリーをより深く味わっていただくため、上演の最後に読書感想文の募集を行っております。応募される方は感想文に書く内容など考えながら作品を楽しんでいただくとよろしいかと存じます。では開演いたします。BS イーハトーボ物語第7章雪渡り。当てのない旅を続けていた私は、ひょんなことからこのイーハトーボという町で詩人宮沢賢治の手帳を探すこととなった。残りはあと一冊、全部揃えると賢治さんに会えるのだろうか。何の確証もないまま、私はまた気ままに街の中を歩いている。僕はシグナル、イーハトーボ駅前に立つ本線のシグナル柱です。私はシグナルス、軽便鉄道のシグナル柱です。この町に賢治さんの他にも詩人がいるのを知っていますか？イーハトーボに住む詩人さんは賢治さんだけではありませんですのよ。町の南西の方に住んでいます。詩人さんは賢治さんを目指してたくさん詩を書いてらっしゃいますわ。賢治さんとも交流があるみたいですね。手帳のことなんかも知ってらっしゃるかもしれませんわ。一度訪ねてご覧になるといい。
ぜひお尋ねくださいまし。ここは麦わだりの村であんす。この村さ、よそからお客さんは久方ぶりであんす。よその人さ、ごったな話し子するのもなんだけど、製作と耐えもんの村の和芸所がさっぱどかしがねで、困ったもんだ。なんだあいつら、毎日のように村の外れの白っ端で朝まっから酒盛りだべ。なんじょが、なんね問題が。おらだみでな年寄りが一生懸命貸してる時に、おめはんがらなんじゃにがいてやでぎり。あんたなことばかりしてるとバジャーだんだ。うんだうんで、キズネさんのバジ当たればええんだ。Thank you.
僕はシグナル。なんでも最近カマネコが事務所で辛い思いをしているそうですね。私はシグナルス。猫の事務所でカマネコさんがいじめられているそうですわ。上司を蹴落として自分が事務長になろうとしたなんて噂を立てられているようです。本当なんでしょうか。さあ、猫の世界にもいじめや競争なんてものがあるんですのね。シグナルさん、僕らはシグナル柱でよかったですね。ええ、旅のお方、とにかく一度様子を見てあげてもらえないでしょうか。あなたも手帳の件ではこれまで随分カマネコの世話になっているのではありませんか。猫の事務所を訪ねてみてください。猫の事務所はこの停車場のすぐ北です。カマネコさんをよろしくお願いします。
あいや、まだ来たのが。ここさ、遊びに来たって、面白いとこねえぞ。なってもおがまいディギニども、ゆっくりしてっていけろ。あんだ、雪景色でも見れてくれ。うん、何が聞こえねえか。何が聞けるが。あちゃちゃちゃ、キズネの悲鳴だ。大岡だ、誰が仕掛けた罠さかかったんだべ。あの声だば、まだこぎずねだべ。んだ、誰が罠なとかける人いるべが。まだ小さいのに、かわいそうな。どこだべ。ひろっぱの方でねが。したら、制作たちが酒飲んでるとこでねが。まさか、制作たちが仕掛けたんだべが。なんだかもしれねえ。本当に困ったやつらだな。かしがねえで、くったな悪さばかりして、困ったやつらだ。私たちキツネはいつでもどこでも辺り構わずにいたずらをするわけではありません。たとえいたずらをするとしても、ちゃんと相手を見てわきまえた上でのことです。ましてや恩を受けた相手には誠心誠意尽くすのがキツネの礼儀です。恩人にいたずらを働くなどとんでもないことですよ。
ありがとうございました。素晴らしい幻灯会になりました。それでは最後にこれを渡ししたいと思います。キツネ村のキツネたちは正直だった。いつか人間と動物がもっと仲良く暮らせる日が訪れますように。私は白い雪を踏みしめながら雪渡りの村を後にした。最終章、銀河鉄道の夜。僕は新宮イーハトーボ駅前に立つ本線のシグナル馬車です。私はシグナレス、軽便鉄道のシグナル馬車です。ケンジさんがラスチジン教会に立ち寄ったそうですよ。やっとケンジさんと会えるのですわね。手帳も7冊揃ったことですし、ケンジさんにいろいろと積もる話もあるのではないですか。ケンジさんも手帳を探していただいて喜んでいらっしゃると思いますわ。さあ
早くラスチ人教会に行ってごらんなさい。ラスチ人教会の場所はご存知ですわね。この町の北西にあります。ファゼーロさんもお待ちだと思いますわよ。ねえ、あなた早く行ってみるといい。早く行ってごらんになるとよろしいですわ。用って何でしょう。おう、やっと来たか。ひょっとして例の研究のことでしょうか。さすがはファゼーロ君だな。勘が鋭いね。銀河鉄道について何か分かったんですか。うん、銀河鉄道と幻想第四次、そしてその扉となる五章車との関係だよ。それが分かればケンジ先生の求めてらっしゃる世界へ行けるんですね。そうだな。あの旅の人にもぜひ聞かせてあげたいですね。うん、それで君を呼んだわけなんだが、彼は今どこにいるのかね。さあ、先ほどその五章車の地へ行って、またこの町に戻ってきていると思うんですけど。そうか、君も居場所を知らんのか。ええ、ごめんなさい。ではもし彼を見かけたら僕のところに来るように伝えておいてくれたまえ。農学校の研究室ですね。そう、まさか今さらイハトーボの町で迷子になっているとも思えんが。この農学校は町の一番南東にありますから、ここに来るつもりがあればすぐ来られると思いますよ。だといいのだがね。
昔ホモイというウサギがおった。ある日のこと、ホモイは川で溺れているヒバリの子を助けた。ヒバリの王はホモイに貝の火を譲った。心正しき者の身持つことが許される大将の印だ。こうしてホモイは動物の大将という地位を手に入れたのだった。そしてしばらく経つ頃にはその地位を心地よく感じるようになっていた。そんな時、森に住む狐がホモイに取り入ってきた。すべては計画的だった。狐はホモイをおだて、次から次へと悪いことをやりだした。いつの間にかホモイは狐の言いなりになっていた。狐が鳥たちを捕らえた時もホモイは何も言えなかった。この時ホモイの勇気は失われ、貝の火には小さな曇りができてしまった。ホモイの父は話を聞き、ホモイを叱った。そして二人して鳥たちを逃がした。だが貝の火はすっかり輝きをなくしていた。ホモイは泣いた。すると突然に貝の火がはじけた。かけらはホモイの目の中に飛び込んで、その目を白く濁らせた。以来ホモイの目は見えなくなってしまった。ここは幻想第四次への出発点、銀河ステーションだ。わしか。わしはホラグマ先生と呼ばれておる。ところで、もうここにいるすべてのものの話を聞き終えたかな？中には何度も話さないと本心を明かさぬ者もいるじゃろう。全員と話し終えたなら、ホテルの豪主に会うといい。ケンジさんに会えるといいの。
もうケンジさんには会えたかな。銀河鉄道に乗りたければケンジさんの質問にはちゃんと答えないといけないぞ。ここまで来たらもう後には戻れん。よーく考えて答えることじゃな。私たちを乗せた銀河鉄道が汽笛の音を響かせながら夜空に舞い上がる。私は息を殺してゆっくりと窓の外を眺めた。宇宙がすぐ近くまで押し寄せてくるのが分かった。
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。 BS イーハトーボ物語第4夜の今日は第7章雪渡りと最終章銀河鉄道の夜をお楽しみいただきました。本日 BS イーハトーボ物語最終日となっておりますので、次回また別の演目にてお楽しみくださいませ。当劇場では本上映作品の読書感想文を募集いたしております。物語の進み具合に関係なくどなたでも応募していただけますので、あなたのお感じになったイーハトーボの世界をはがきに書いて送ってください。劇場側で選考の上心伝わる感想文を書いてくださった方にはセントギガ特製オリジナルウォッチをプレゼントさせていただきます。皆さんふるってご応募くださいませ。ではまたのご来場を心よりお待ち申し上げます。お帰りの際はどなた様も足元をお気をつけの上、お忘れ物などなさいませぬよう気をつけてご退場ください。BS ゼルダの伝説イニシエの石版が3月30日日曜日夜7時から放送されます。放送開始時間が違いますので注意してください。過去に放送された BS ゼルダの伝説とは異なり、神々のトライフォースをモチーフに全く新しいストーリーになりました。私高田真理子は王女ゼルダ役としてあなたの助けを待っています。全国の皆さん